よろしくお願いします。ご紹介いただきました後藤です。今日は、こちらにあります、ね、インターネットの、がん情報、別にがんでなくてもいいんですけど、僕ががんを専門だったので、がんについてのお話をしたいと思います。おそらく今ここに来ていただいている皆さんと僕でももうすでに世代が一世代ぐらい違うので、インターネットに関する考え方というかですね、の触れ合い方も全然違うと思うんですけど、僕はちょうど学生の時、東大に入った頃に初めて家のインターネットをつなげて、まだ本当に大きなパソコンで、その家の中でしかパソコン、家の中や大学でしかパソコンが使えなかったんですけども、それが今となってはもう本当に携帯でもいつでもインターネットで情報を手に入れられるようになりました。こういうことを実は始めようと思ったのは、ちょうど、これまた偶然なんですけども、その国藤先生のいらっしゃる三井記念病院に僕がいたことがあったときに、まだインターネットをそんなに多くの一般の人が使ってらっしゃらないときに、インターネットの専門家っていう人が僕の患者さんでいて、その方がいろいろ調べてですね、非常に難しい単語を、僕でも知らないようないろんなことを調べてきていて、これインターネットを使われるとどんどん新しい情報を患者さんも持ってこられるなということを意識して、どういうことが書いてあるんだろうということをちょっと見てみようと思ったのが一つのきっかけです。もう一つはですね、実は患者さんが、多くの患者さんがインターネットにこんなこと書いてあるよということを聞いて、あまりにその情報がデタラメだったりして患者さんを惑わせているような内容が多かったので、これどういうことが、患者さんから見てどういうことが書いてあるのかということを考えたのが、もう一つの理由です。今日はそのような話を、一般的なお話と、がん情報の時にどういうことが載っているかというようなお話をさせていただいて、一部はインターネットに関する、少し専門的な話、もしかしたら皆さんももっとご存知かもしれませんけど、お話をしたいと思います。今日は本当に国藤先生にいらっしゃっていただいているんですけど、今日終わった時に思うと思うんですけど、僕が本当先でよかったなと思って、後半は非常に、面白く、僕も一回かかったことがあるんですけど大変、面白いので、前半はちょっと、真面目な話と、皆さんがこれからインターネットとかよく使われていると思うので、今後情報を発信するときに気をつけていただきたいことも含めてお話をしたいと思います。でまず一般的な、非常に一般的なことですけども、何でもいいんですけど、皆さんおそらく、何か疑問に思ったらですね、すぐにこう Google とかでいろいろ検索すると思うんですね。何でもいいんです。あくびはどうして出るのっていうのは、これは、子どもの、科学疑問ランキングという本が、そこら辺であるんですけども、その1ページ目に載っていたので、あくびどうしてってただ入力してみたんですけども、これ当然 Google で検索するとあーっと答えが出てきて、この中を見てみると、いろいろ理由がきちんと最もらしい理由が書いてあるということで、別にこれはあくびでも何でもいいんですけども、いろんな情報がどんどんインターネットで簡単に手に入って、僕らの時にはこういうの分からなくても誰かに聞いたんですけども、このあくびの話でも何度もいいんですけど、なかなか実際の答えにたどり着くのは大変だったんですけども、今だったらばこういうふうに簡単に手に入る。で同じようなことが実は医療でも、報告というのではないんですけども、一つの例として挙げられたのはですね、ちょっと、ニューイングランドって非常に有名な医学雑誌なんですけども、そこでですね、ある患者さんがいて誰も診断がつけられなかったと。下痢があって、なんか不自然な皮疹があって、いろんな免疫学的な異常があったと。で、そのような患者さんが誰も上級医、要するに上の、年を取ったですね、医者たちが誰も診断できなかったのに、若い医者がですね、このキーワードになりそうなものを適当にパッパッパッと入力をして検索したところ、誰も気づきもしなかったような病気がもう出てきたということで、この時には、題名はですね、そのダイアグノスティックテスト、一つの診断のテストとして Google の中に入力してみるというのが、取り上げられて、インターネットというものはこういうふうないろいろな情報が診断の医療にも役立つんではないかということはここでは提唱されて、で同じようなことをまたやっている人たちがいて、26個のですね、ケース、いろいろな症例に関して、その診断結果がわからない状態で、検索としていくつかのキーワードを入れると、26例のうち60%が診断に役立つような文章を正しく検索できたと。これが多いか少ないかというのはまだ難しいですけども、このようにインターネットを使っていろいろ情報が出てくるようになったというようなことで、インターネットというのは、医療にも有用ではないかという報告もいくつかあります。でところが、これをちょっと患者さん側の方から少し一回見てみたいと思うんですけども、これいろいろ異論あるかもしれませんが、後でもっと詳しく書きますが、このどういう時に患者さんが実際にがん情報を求めていくかということですけども、一時期、皆さんがもう10年ぐらい経つかもしれませんが、がん難民とかいう言葉が流行ってですね、ここにも書いてあるようにいろいろ患者さんはがんの情報が欲しいということがあって、その時の情報を手に入れようとしても、いいものがないということが、いろいろなところの社会で取り上げられることがありました。
それで、まあ、がん難民というのはこれまたですね、ちょっと僕も関わってたんですけど、医療政策機構とかいう、まあ、ここ自体はちゃんとした組織なんですけども、まあ、ここがそういうふうなことを勝手に提案してるんですけども、ここに書いて治療説明の時もしくは治療方針を決定する時などにおいて、まあ、不満や不納得を感じた患者さんのことを、まあ、がん難民というと。いう、まあ、勝手にこれが定義されているんですけども、まあ、これはこの方たちはほとんど医療関係者ではない人たちなんですけども、まあ、こういうふうな時に患者さんは医療情報を欲しいということにもなりますし、うん、患者さんが医療の、まあ、不満を感じた時に情報がますます欲しいんだということを提唱して、彼らはまあ医療の情報とかを普及させることも大切だということを言い始めました。で、まあ、がんに関して少しだけ、もういろんなところでお話しされ聞いているかもしれませんけども、まあ、がんの背景を少しだけお話しすると、もう日本の、死因のダントツの一番になっています。で、もうドラマにもなって、まあ、あの有名な秋元康が、まあ、のドラマにもなってますけども、まあ、日本人の半分ぐらいの人ががんになるし、3分の1ががんで亡くなる時代ですね。なので、おそらく皆さんのご家族にもどなたか一人ぐらいがんになっている人も、いるだろうし、まあ、どんどんご先祖さんもたどれば多くの人ががんになっているんじゃないかと思います。まあ、かなりがんの患者さんが多いということですね。で、そのようなバックグラウンドを持っている中で、がんに対して非常に悪いイメージを持っていることが多いです。これは、ハリソンという有名なまた内科の教科書から取ってきたんですけども、まあ、がんと言われた時っていうのは、まあ、人生で起きた最も衝撃的な事件の一つで、非常に精神的にも傷つくことが多いということが書いてあります。ところが医学的に考えると、がんが絶対的に他の病気と比べて、用が短かったり厳しい病気かというと、実はそうでもなくて、がんの中でも極めて診断が難しいと言われている、まあ、膵がん、これ用語も非常に悪いと言われている膵がんの診断と、ここに書いてあるのをちょっと聞いたこともないと思いますけども、まあ、大動脈弁狭窄症という病気であれば、まあ、ほとんど用語は変わらない。なので、まあ、我々医者の立場から見ると、がんだけが、不治の病でもないし、がんだけが、もう本当に命が短いということを宣告しているわけでは全くないんですが、もうこれ社会的にも、いろいろな意味でがんという病気は、患者さんに対して、まあ、内者一般の人に対して非常に悪い印象を持たれているという病気であります。まあ、その理由としては、まあ、ここにそれも教科書に書いてあります。その自分の中に、体の中にもともとなかったものが自分の中で自然にどんどん出来上がってしまって、それがどんどんどん自分の中で反乱を起こすようにでかくなっていってしまうということ。で、もともと例えば肺がんだったとしても、そのうち病気が進行するうちにですね、肺だけでなくていろいろなところに転移していくというようなこともあって、まあ、今度はどこに行きました、今度はどこに飛び火しましたみたいなことが言われますので、まあ、非常に嫌なイメージを持っているという病気であると言われています。で、今度は患者さんがインターネットに実際にかなりがん情報を求め、これはインターネットでなくてもいいんですけど、どういうふうに情報を求めているかということが、いろいろ研究されていますが、インターネットというのはお金もかかんないし簡単にできる、まあ、ここだけだったら別に他のものとよく変わらないと思うので、まあ、あと最新の情報が入るというのも、他のものと変わらないんですが、まあ、がんの患者さんは、孤独感を解消できるというものも大きな理由の一つにしているそうです。で、実際に医療関係者からの情報以上のことを知りたいということで、まあ、このようなことが書いてある。まあ、これは後半にもつながると思いますけども、まあ、多くの場合これを読んでみると、まあ、医療者とのコミュニケーションがあまりうまくいってない人ががん、まあ、いってないないしは、なかなかその、コミュニケーションを取ることができないような人たちがこういうふうな情報を得ようとしているというような傾向にはあると思います。まあ、それは置いといて、どうしてその不対称なこととか医療の情報が必要な状況が生まれてしまうかというのが、一つは今お話した医療者と患者さんの間に情報の非対称性、要するに片方だけがやたら情報を持っていて、もう片方はあまり持っていない。別にこれは医療に限ったことでなくても、金融、保険、IT などでもよく言われています。皆さんの中にまだいないかもしれませんけども、例えば僕らが家を買おうとしてローンを借りようとしてもですね、借りようとしている銀行の人たちと比べたら全然自分たちは何も知らないので、本当に何も自分で調べなければ確かに向こうの言いなりになってしまう。まあ、それと同じようなことが、まあ、医療でも一応行われているというようなことが、まあ、一般論としては言われています。で、もうあといくつか、どうしてそういうふうな時にがん情報が、どんな情報が必要かという時に、まあ、いくつか他の時にもありますけども、例えば皆さんこの前の、震災のこととかも思い出していただくと、まあ、災害時っていうのが、この時に言われてますか、まあ、震災の時は災害ですが、まあ、医療の時も、医療の例えばがんの診断を受けたという時もそうですが、まあ、ともかく情報がどんどん欲しくなると、その一方で、まあ、こちらは供給が今度は減少するわけではないですけども、がんの情報
というのは日頃からそんなに入っているものではない。需要が非常に増加してその供給との間のギャップが出てくるとその間にいろいろな憶測とかですね、いろいろなまあ噂が流れるということが昔から言われていますが、まあ、それと同じようなことががんの医療情報を提供する際にも起きているということをこれからまあお示ししています。で、まあ、医療これはもう皆さんには言わずもがなるとは思いますけれども、どん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 インターネットを使う人が増えてきています。おそらくここにいる人たちはみんな携帯とかでもすぐに情報を手に入れられるような状況ではないかと思います。でこれをですね、増えた、まあ、世代別に何パーセントぐらいの人が使えるかっていうのを下のグラフにして、まあ、上の方をですね、悪性新生物すなわちがんで亡くなる、まあ、人たちっていうのをプロット、上と下をですね、大体同じぐらいに合わせると、まあ、現在は、ご覧のように、まあ、がんになる人が、増えてくる年代ぐらいからですね、インターネットを使う人は実はまだ減ってきているので、実際に僕らは患者さんと接してもあまり患者さん自身がインターネットを使っているということはあまりないかもしれません。ところが自分たちの子供とかそういう人たちはよくインターネットを使っているので、まあ、子供たちがいろいろインターネットで調べたものを印刷してきたりして持ってきたりすることもありますし、まあ、お年を召されていてもインターネットを使ってそういう情報を取ってくるような人も中にはいます。まあ、ただどっちみちこの人たちがどん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 これは右に移行していきますから、がんの人たちがどんどんご病気になっていった時にはインターネットが使えるという世代が来るということはもう間違いありません。で、もうこれも5年ぐらい前のデータなんですけども、これはインターネットを使っている人たちにアンケートをしたというもので、普通に何もしないときに医療のがんの情報をどこから手に入れるかといえばですね、非常に受け身の方向ですので、テレビとか新聞とかそういうふうな、自分が何もしなくても情報として入ってくるような向こうが提供されるものをそのまま受け入れるような情報源が多いんですけども、がんと実際に診断されたならば、実は医療従事者よりもインターネットの方が、がん情報を取りに行くだろうというふうに、まあ、これはあくまで病気になってない人の推測でありますが、いうことが日本の調査でも言われています。それか、この日本経済新聞でも同じような、今度はがんだけじゃなくて医療情報を入手する際に参考にする情報ということで、これはどういう人に聞いたか全然、書かれてはないんですけども、かかりつけ医、まあ、日本にはあんまかかりつけ医ないかもしれませんけども、インターネットが、まあ、医者よりも上だということが言われる。でこれは日本だけの問題ではなくて、こちらは、2010年にアメリカでの報告ですけども、アメリカは面白くてこういう調査をきちんと国としてやっていて、NIH が、まあ、The Health Information National Trends and Survey ということで、例えばここだと2002年の頃から2002年、3年、8年というふうに定時的に、いろいろな質問をして、その時の回答者というのを、きちんとでデータとして取ってそれを公表しています。でまあ、それをまとめたのが2010年に出たんですけども、まあ一番最初にがんの情報をどこで取りますかというところは、どん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 このインターネットというのが、まあ昔から多いんですけども、ますます増えてきているということが言われています。まあ、その一方で、彼らが主張した一つのこちらはもちろんどちらかというとこちらなんですけども、信用度においては、まあ、フィジシャン要するに医療関係者の方がずっと高いよということが、当時は、まあ、この調査では分かっていて、まあ、この調査の結論はですね、インターネットというの需要はどんどん増えてきているけども、やはり信頼度という意味では、まあ、当然医療関係者の方が上ですというようなことが、調査で分かりましたということが、まあ、書かれています。まあ、ご覧のように、ここの、サイト、まあ、ここにサイトが皆さん検索すれば出てくるんですけど、いろいろな質問を定期的に全く同じ質問をすることによって、まあ、トレンドを見るようなことが、国家プログラムとして向こうは行われています。で、まあ、どうしてじゃあインターネットをですね、使うのがそんなに便利なのかというと、やはりインターネットの特徴の一つとして、まあ、自分の情報が欲しいときに必要なときに必要なものを、まあ、必要なだけどん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 、手に入れれるということが、何といっても大きいと思われます。で、インターネットの特徴のことをもう少し続けてお話をすると、一つは、今お話した必要なものをできるだけ手に入れるということ以外にコミュニケーションも取れる、多くの人たちが使われているかもしれませんが、例えばブログをしたりとかメーリングリストをしたりとか普通のメールでもいいですけども、自分の知っている人知らない人と、まあ、コミュニケーションの一つとしてインターネットを使うことができるというのは、これは今までのメディアと比べて大きな違いです。でもう一つ大きな問題点というのは、今までのマスメディアの人たちは基本的にはですね、情報を発信する人たちが、まあ、報道の訓練、ないしはその専門的な知識を手に入れてどういう情報を発信したりどういうことを言ってもいけないということを、まあ勉強もしていますし、また自分たちで、勝手といえば勝手ですけども、いろいろ制限をしたりするようなことで、情報を、まあ、取捨選択をしていたんですけども、今はそういうふうではない情報というものを誰でも発信できるようになったということが一つです。それで皆さんがここで何でもいいんですけども、自分が調べたこととかをインターネットに書けば、それはどんどん誰でも読めるような情報になります。うちの大学の人たちの
情報をですね、どういうことを学んだということを勝手にインターネットに載せているものをこちらが探して見つかることも当然あるわけで、まあ、どういう情報を出すかっていうのは自分と本当にメモのつもりで書いているかもしれませんけども、そういうふうな情報が外に簡単に出せるということができるようになってきています。で、これはまた先ほどに少しかぶりますけども、自分で自分の欲しい情報を選別して読むことができるということがもう一つ特徴です。自分が何か、何度もいいんですけども、インターネットを検索したらばすぐに皆さんがやっていることはおそらく自分が欲しい情報じゃなかった、自分が、それが、求めている情報がじゃなければもう一回検索をする、でもう一回検索してもまた出なかったら、違う情報を探すということで、なかなか今までであれば本とか、その人に話を聞くというのでは一度に一つの情報が入ってきて、その情報を自分で咀嚼するというのではなくて、どん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 自分の求めている情報を歩いて探しに行けるということが特徴であります。でこれは非常にインターネットというのは他の情報源と比べて、医療情報というものを手に入れるという意味では自分の欲しいものをどん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 手にするという特徴がこういろいろなところに役立つというかですね、そのインターネットによってその医療情報を取ることが、どうしてもこうインターネットが優先されるというような、温床になっているというふうに考えられます。で、これは、一般的な話なんですけども、日本で多くの人たちが使ってたのは昔はこのヤフーというのが多くて、今は皆さんグーグルの方を使うかもしれませんけども、世界的にはこのグーグルというのはずっと第一番で、日本だけヤフーが多かったんですけども、だんだん日本もこのグーグルが多くなってきていて、こういうふうなサーチエンジンというのを使って検索を皆さんされていると思います。実は、もう少し細かいことをお話をすると、このヤフーとグーグルっていうのは、検索した時に出てくる結果がもうほとんど同じになってしまっていて、というのは、利便性でグーグルがはるかにヤフーを上回ってしまったので、今何で検索してもあまり大きな差が実は出てこないという問題もあります。で昔はどういうふうに実は情報を取ってたかっていうのは、これはこの中にいる人たちはあまりこういうふうなことを調べたことがないかもしれませんけども、ヤフーはですね、昔どうなってたかっていうと、ヤフーのトップページに行くといろんなところがこうフォルダで分かれていてですね、その中の一つを選択して、そのまた一つを選択して、そしてまたその一つを選択していくという形でどん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 情報を取ってきました。なので、例えばこのトップページから、関東の情報を手に入れよう、東京の情報を手に入れようとすると、地域の情報、日本の地方、関東、東京というふうに自分でどん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 選択していく。おそらく多くの人の、パソコンのファイルも自分たちがどこにどのファイルを入れるかというときには自分で、こういう分類をしていると思いますけど、こういうカテゴリーを自分たちで作っていって、そこの下に一つ一つのファイルを入れていって、そこのところに情報を取っていくというのが、従来の、ディレクトリーというシステムによってこう情報を収集するというものだ。ところが考えてみると、ここの関東のないし東京というところが政治の、東京の政治のことを知りたくても、ここのファイルにも入れなきゃいけない、ここのファイルにも入れなきゃいけない。で、いろいろな情報を取るときに一つの方向でしか物事を考えないでしか見つからないようになると非常に不便だということで、そこで考えたのが、これは Google がメインなんですけども、このインターネット、ここのいろいろなホームページの情報をですね、もうどん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 オートマティックに機械で、こう収集し続けるということをします。で収集し続けて自分でその目次みたいなものを各会社が作っておいて、その目次に対して質問をした回答が得られるようにしているわけですね。だからここであれば関東の情報とか東北の情報とかそれぞれの情報をどん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 コープグツーター、スパイダーと呼ばれたりクローリングと言ったりするんですが、情報を収集しておいて作られた目次に対して情報を取りに行くと、それでその目次の情報から実際のページの方に元に戻っていくということが実は Google などではなされています。なので Google はこれは3日間に1回ぐらい全てのサイトをパソコン、コンピューターでどん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 検索して、情報を更新しているということになります。ちょっと詳細はいろいろまたありますけども、検索エンジンはこういうふうな2つのものがあったんですけども、ほとんど今はこのロボット型の検索エンジンというものがメインになっています。で、この検索エンジンによる違いも昔はよく話題になりましたけども、 Google と Yahoo で検索するとですね、例えばこれ、ラングキャンサーというので検索すると、この上位のところが同じということで、アメリカだと、トップ100ぐらいのものが得られる、大体前半、特に最初の方はですね、ほとんど同じものが得られる。で同じサイトはちょっとこれは日本語では、なかったんですけど、日本語で検索すると、かなりだいぶと違うということが、自分でいろいろやってみると分かってきて、どういう情報がこの検索をすると出てくるのかということを、調べるということを、始めました。で皆さん Google で検索をすると、どういうふうになるかということはもう検索されたことがあると思うので分かると思いますけど、まずここに肺がんと打ってくるとですね、
こちらの方に見え、ちょっともうおそらくこちらの画面では見えないと思いますけど、右側のところにスポンサーサイトというのが出てきます。で、これは他でも同じで、Yahoo でも同じように検索をするとですね、ここのもう見にくいと思いますけど、ここからここまでとここの上4つとこの下というのは全然違って、ここの間の上の 1,2,3,4 個に関してはスポンサーといって、お金を払うことによって肺がんと検索したときに上位に出るように、彼らがまあ Yahoo にお金を払っている、サイトたちです。で、彼らはですね、まあ、あの Google に関して例えばシステムでいうと、お金を払ってこういうところから何回クリックされたかということによって、まあそのクリックされた回数に応じて、まあ、簡単に言えばお金を払うようなシステム、まあ、お金は先払いなんですで、まあ、払った回数に応じ、払ったお金に応じてクリックが出るようにここの順番の方に出てくるという方が正しいかもしれませんけども、実は多くの情報がこういうふうに上の方にきちんとこうランクして見やすいところにですね出てくるのは、まあ、ここに書いてありますスポンサーサイトということになります。で、このスポンサーサイトっていうのは必ずしも別に、これが、不便というわけではなくて、自分で検索してみるとここに書いてある情報が一番信用できたりすることもあるかもしれません。それからこことこの下が全く同じような情報をたどることもあります。僕は、一回自分でですね、この検索をした直後に自分の家のお風呂が詰まってしまって、お風呂が詰まった時の修理の仕方っていうのを、調べてみたんですけども、その時この辺りに出てくる情報とこの辺りに出てくる情報ほとんど同じで、まあ、その上の方の業者を選んで緊急で、まあ、自分の風呂を直したということがありますけど、別に何のことでもいいんですが、ここに載っている情報とここに載っている情報が大きく違うということは他の領域では、まあ、あまりなかったりとか、どういうふうなところが宣伝しているかというのは、まあ、割と分かりやすいような状況になっています。ところがですね、まあ、ハンドアウトを見ていただければちょっと分かるかもしれませんけれども、医療の場合にはですね、ここに書いてある情報と、まあ、ここに書いてある情報が根本的に、違ったり、まあ、ないしは、まあ、同じでも問題があるんですが、この上の方のスポンサーのサイトっていうのは、もうやると儲かる商売になるので、ここのところに割と正しい情報が全然出てこないという大きな問題があります。でさらに言うと、このランキングの方でも実は同じような情報が載っていってしまうので、医療においてこの情報を取ってくるというのがんの情報をこのインターネットから取ってくるというのは非常に難しくなるという状況を生んでいます。で、これは、いろいろなところでこういうことが出てきていて、例えばこの、まあ、この内容もあれなんですけども、去年の2月の時点で、もう今となってはない、政府はですね、この統合医療にチームを推進して、まあ、いろいろなそういうカイロプラクティックとかそういうことを進めていきますよということがですね、報道されましたが、その時にちょうど同じページ上にその真下にはですね、この Ads by Google と書いてあって、この統合医療ないしはここのニュースのサイトを見ると、Google の勝手に決めた、アルゴリズムによって、一定のサイトが出てくるようになっています。で、まあ、統合医療の内容とかぶって統合医療の情報を見たいであろう人が、おそらく一番、たどり着きたいだろうというような情報がここに出てくるように、まあ、できていて、まあ、Google はそれで儲けていて、いろんなサービスをフリーでやっていますが、一番上は例えば末期がん諦める前にといってクリックすると、まあ、確かにこの統合医療というか、代替医療とも呼ばれるかもしれませんけども、一般的な治療とかたくさん載っていたりとか、まあ、不幸医団というものがなんかこの、まあ、健康食品みたいなものが多いとか言われたりとかですね、まあそういうふうなこう、他のものとは全然違う、すみません、一般的な医療とは違うような情報がどんどんここに出てくるようになっています。でこれは、Google というのはここに書いてある情報を全く保証していないので、別にこれは Google がこのサイトがいいとか悪いとか言ってるわけではなくて、ただ Google は自分たちのシステムによってこの情報が出てきていて、ここが一番、お金を払っていてかつ、使っている利用者が一番このサイトを利用したいと思っているものが上がるようにしているということが、まあ、Google の、まあ、売りですし、それはまあこの Google の世界的にこの検索システムを充実させて、彼らがまあお金を手に入れてウィンウィンでいられる関係の一番の理由というふうにまあ考えられています。で実際に肺がんということで検索してみると、同じようなところにこういうふうな言葉がたくさん踊って出てきます。体に優しい肺がん治療をご存知ですか、進行がんで治療をお悩みの方、ホニャララとかですね、まあ、標準治療だけでは太刀打ちできないケースがあるので、こういうふうなことで優しい治療をやりましょうとか、まあ、一般的な治療が終わった後にこんな治療をやりましょうというようなことが書いてあって、実はこういうところに書いてある情報というのは非常に、魅惑的に見えます。
おそらくがんのことをあまり知らないないしはなんか違うものを求めている人たちが読むとですね、魅力的なことが書いてあるような文章がここには書かれています。彼らも自分たちのやっていることを宣伝したくて仕方がない人たちなので、我々医療者が自分たちの治療を宣伝するよりもはるかによくできているんですね。だから、がんの情報をまともな、医療の情報のサイト、例えば、国が出しているようなホームページから見ていくと、本当に無味乾燥の面白くないことがずっとつらつら書いてあるんですけども、こういうところを見ると、劇的に効きましたとか、こんなに、効果があります、こんな楽でした、いろんな人のインタビューがすぐに出てきたりするような、見てる人が、何も考えずに見てしまったらこれは面白いんではないかということを思ってしまうかもしれないような、ことがいろいろ書いてあります。で、実はこういうふうないろんなことが書いてあるということはもう日本では、最近は少し話題に実はなっていますけども、もうずっと昔から96年の頃からずっと言われていて、まあ、インターネットっていうのは医療においていろんな情報を提供しているけども、特にがんの領域では、まあ、ともかく山ほど情報はあると。だけどもとんでもない情報がたくさんあると。でだけども96年の時点では、このイギリスの、雑誌のところではですね、インターネットに利用できる人は基本的に知性が高いので、きちんと情報を見分けるだろうということを自ら、言っておりました。ところが、今はこうどんどんインターネットの利用者が増えてきていて誰でも使えるようになった。別に知性とも、知性とも関係ないというのも変ですけども、誰でもこう医療が使えるような状況になったところで、こういうふうな情報が、デタラメというか一般的にない情報がたくさん書いてあるとどういうことになるかということが、今日の話題。当時はどういうふうな例で言えかということですね。インターネットから医療情報を手に入れるのはもう本当にそこら辺にある消化栓の水をどんどん飲んでいるようなもので、いいものがあるのがどんなものが入っているのかさっぱりわからんと、それを信じて飲むなんてとんでも危険だということが、これも1998年頃に海外では言われていました。でこういうことは実は皆さんもいろんなインターネットのこう書いてある情報というのを信頼していいかいけないかということが実はいろんなところで最近は言われていて、僕もこの単語を最近知りましたけども、このステースマーケティングといってここに書いてあるようにやらせ業者が食べログのランキングを操作したというのは最近皆さん見たことがあるかもしれないんですけども、確かに考えてみれば食べログの情報をみんな一生懸命見てここおいしかったとかここなんだとか店員がすごい態度が良かったとかいろいろ書いてあると思うんですけども、それが本当に誰が書いたのなんか全然わからないんです。本当にそこを使った人たちが書いてるかわからない、やらせかもしれない。だけどもそういうのは全然わからないんだけども、今まで信用してたんだけど今回、そういうことが、発覚しただけだと思いますけども、こういうことは問題に挙げられてますし、時々検索すると出てくるこのクエスチョン&アンサーというのをヤフー知恵袋っていうのも使ったことがあるかもしれません。いろんな質問をするとそこの回答がいろんな人が勝手に回答してくれて、その中の社会の中で、点数とか付き合ったりとかして、自分たちでいろんな質問し合うようなサイトなんですけども、そういうような知恵袋っていうところでも、やらせ書き込みが発覚したと、考えてみればそんなの医療においていろいろ検索すればたくさんあるんですけども、今更ながらそういうことが話題になっています。もう一つは例えばもう少しちょっと医療に近いことで言えば、放射能に関することで、もうともかく放射能が怖いという記事をひたすら書いてくださいということが、依頼があったということも実は話題になっていて、これもですね、放射能を測る物質を作ったりする、放射能を、放射能がどれだけ出ているかっていうのを測れるガイガーカウンターとかそういうふうなところを、作っている会社とか、その放射能が出ているということでみんなが、煽られることによって、儲かる会社がそういうことを文章としてぜひ出してくださいというふうに言っているということで、我々はそう簡単に世の中に出している情報を本当は信用してはいけないんですけども、こういうふうな例えば食べログとかこのヤフー知恵袋とか一見、大手で昔であれば新聞のように我々がよく目にするし、大手が書いているようなもので信用していいと思うような情報がインターネットという情報源ではなかなか信用できないということが、最近分かってきています。ところが、昔からインターネットというのはそういうものなはずなんですけども、昔日本で調査をした時2002年の時点でですね、インターネットに書いてあるなんてことで、大体ほとんど信用できるんじゃないかということを多くの人が言っていました。なのでインターネットに書いてあることが本当に正しいかどうかということを自分で検証するのは、難しいと思うんですけども、ほとんどの人がそれをそのまま受け入れていたというような事実があります。で、自分でじゃあそしたらば肺がんの情報でですね、本当にがん情報というものがどうなっているかということを実際に調べてみようということで、これはもう5年以上前になりますけども、自分でいろんなサイトを調べてみたんですね。どういうサイトが出てくるかということを、がんに関して。で、合計50個ずつそれぞれ見たんですけども、解析対象となったのはそのうちの一部ですけども、
一つそのインターネットを評価する、インターネットのそれぞれのホームページを評価するときに、どういうことが書いてあるかどうかを確認しましょうというものが、97年にアメリカの医師会学会雑誌から出されているんですけども、誰が一体書いたのか、それからその内容は一体どこから出てきているのか、そのサイトっていうのが誰が出しているのか、お金を誰が出している、広告はどういうふうなものになっているか、利益相反はどうなっているか、それから一体最後にそのサイトはいつ更新されたのかが大切なので、これらの項目を書いてあるかどうかを最低限確認した方がいいということを97年の時点でも言われていましたが、こちらをですね調べている、誰が書いたかっていうのはサイトのホームページを見ればある程度は書いてありますから、日本のサイトの、トップ50個のうちですね、8割ぐらいのサイトだから、これであれば40サイトぐらいは誰が書いたかというのは分かるようになっています。ところがそれも分からないサイトが、アメリカでもあるんですけども、日本では結構、70%、3割ぐらいのサイトは、これどこに一体誰が書いているのかさっぱり分からないというものもあります。でもっと言えばその内容、そのページを誰が書いているかというのは書いてあるのはほとんどないんですけども、非常に少ない。それから、その情報源はどこから出てきているか、例えば肺がんの治療にはこの治療法がいいですよって書いてあるようなところはもう日本では実は、2割以下だったりすることが多かった。で、どういうふうな人がそのサイトを作っているか、お金はどうなっているかということを書いてあるサイトも非常に少ないですし、もっと言えば最終更新日なんていうのはほとんどが書いていないというような情報。これはあくまで倫理的な規定と言われていて、これは書いてあるといいというようなものですので、もっと問題なのは、実際の治療法としてどういうことが書いてあるかということなんですけども、海外のページはですね、アメリカで調べた50個のサイトのうち、誤った、これもですね大した誤りではないんですけども、自分たちの研究的な治療を進めますみたいなことが少し書いてあるようなサイトが、1サイトだけあって、これはほとんどが正しい情報だったんですけども、日本はですね、書いてないページは置いといて、とんでもない、とんでもないっていうとあれですけども、非標準的な、一般的にはお勧めできないような治療を第一に勧める、ようなサイトがもう山ほどのように出てきます。中には、患者さんの、一般的な治療に対する、不満とともに、このような治療がいいという、その今普通ではないような治療がですねいいということが書いてあるようなホームページもたくさんあります。で、面白いのはですね、日本はこの個人で書いているサイトが非常に多く、Google で検索しても出てきます。なので、非常に有名な、ブログを書いている人とかがですね、何人かいてですね、そういう人たちが、Google で検索してくると上の方に出てきて、自分たちの闘病記とかがずっと上の方に出てくるのがあります。アメリカは実はそういうふうな闘病記が、一つのサイトにちゃんと集約されていて、個人個人で出しているサイトっていうのは何か工夫しているわけではないと思うんですけども、 Google の方に全然出てこないんですけど、日本はこういう個人のサイトがかなり出てくるんですね。で、こちらの営利団体というのが今までコマーシャルとして出てくるもので、こういう薬を、宣伝してます、こういうふうな治療法がいいと思いますと言って自分たちの商品を宣伝しているというのがこの営利団体になります。医療施設は、アメリカでも実はそんなに多くなくて、アメリカの多くの場合はこれ NPO という公的な機関が情報を発信して、こういうふうな医療がいいですよということを、アウェアネスとして、普及も啓蒙活動として出されていることが多いんですけども、日本は当然、外国と比べると、言葉の問題もありますけど、そういうふうなサイトがあまりなくて、営利団体とかこういうところはどんどん出てくる。そしてこの営利団体の多くが、そういう、誤った情報を提供しているということが、分かってました。で、これは実態は、ね、5年前から、例えば去年とか調べても実はあまり変わってなくてですね、肺がんと例えば Google で検索して上から30個ぐらいバーッと見ていくとですね、肺がんの治療が肺がんと検索して出てくるのはわずか10サイトしかありません。で、その中で、中に書いてあることは正しいなと思うサイトはもう5サイトしかない。で、その中でも患者さんがこれを読んでぜひ勉強になるだろう、これを読むことによって、肺がんの治療について分かるだろうなというようなものは、これも4サイトぐらいしかありません。で、広告なんかが書いてあったりとかするようなサイトはもう6サイトぐらいあるので、それでも 20% ぐらいはただの、広告ですね。実は、2007年に僕が調べた時のいくつかのサイトは、その後、摘発されているようなに近いような状態で、もうインターネットにも出なくなったりとか商売を畳んでいるところも実はあるんですけども、そうであってもまだ6サイトぐらいだから、20% ぐらいのサイトが、未だに、そういうふうな、サイトをインターネット上に載せていると。で、 Google は実は、先日もこれもニュースになっていたんですけども、かなり多大なお金を払ってこういうふうな広告などあまり、使っている人にユーザーに対してですね、迷惑になるような情報ないしは、誤った情報を載せないように努力をしています。例えば、
5年ぐらい前にアメリカで、不法ドラッグということを、Google で検索するとですね、どうやればその不法のドラッグが手に入るかとか、不法のドラッグの時の、間違った対処法とかがどんどん検索されて、不法のドラッグを使うことも問題ですけども、そういう、ドラッグを手に入れ方までどんどん出てきてしまったので、そういうふうなことに関してはなるべく情報を、本来は Google はそういうことをしないとは言っていつつも情報を制限したりはしているんですけども、全てに対しては当然及ばなくて、日本でもかなりそういうサイトが出てくると。で、実はこれ、じゃあ医療に関して全部そうなのかというとですね、例えば貧血で Google を検索してもですね、上からの方からもう途中ですぐ面倒くさくなってやめてしまうんですけども、標準でない治療を進めるサイトは基本的にない。貧血の時は多くの場合には、鉄分が足りなかったりして貧血になりますけども、これは鉄分を使ってはいけないだろうみたいな時に鉄分を進めているようなサイトも含めてほとんどそういうのはないんですね。で、スポンサーサイトといって、先ほど右側に出てくるようなサイトも2サイトぐらいで、これはサプリと病院が提携していて、そういうのことをしているサイトは10サイトのうちほとんどない。もっと言うと、SIADH っていう、もうこんな全然聞いたこともないと思うような病気ですね。で、これは自分の、教えている研修医がこの Google でこの SIADH っていうのを検索していたので偶然見てみたんですけども、そこを調べてもですね、広告なんて当然1個も載ってないし、スポンサーサイトも1個も提供されていません。なので、同じ、ただ単に医学情報が全部デタラメなことが出てくるというよりは、前半の方にお話ししましたけども、やっぱがんという言葉のキーワードで検索をすると、こういうふうな広告とか、こういうふうなページによく当たってしまうというのが、特徴的なところであります。他の領域、例えば貧血とかであれば、多くの人が悩んでいる、例えば肺がんも貧血と比べてみると貧血の方が患者さんは当然多いんですけども、貧血であればそんなに、不治の病というわけでもなることはほとんどありませんし、多くの場合普通の治療をすれば治ったりしますので、こういう、非標準的な治療をそこに推奨したりすることにもあまりありませんし、SIADH なんていうのは当然医療、病院でぐらいしか治したりすることができませんので、これを、新たな広告としてこれを打って出るということはほとんどない。やはり病名とその病気の特徴というものがかなり大きく関与しているのではないかと思います。なので、がんの情報に限ったことではないかもしれませんけど、この検索エンジンで順位がどんどん出てくるというのは、それが必ずしも情報正確性を全く担保していないということがあります。で、その一方でですね、ちょっと今回は触れられる中には触れてなかったですけども、いろいろな情報として正しい情報を発信しているサイトというのが実はたくさんがんに関してもあるわけですけども、そういうところに検索エンジンを使ってもなかなかたどり着けないんですね。なので、自分が正しいことを知っている、自分が何か欲しい情報を持っているときに、そこのピンポイントにたどり着くときに、皆さんも検索キーワードをいろいろ変えたりしていっているかもしれませんけども、インターネットを使って正しい情報を手に入れてそれを勉強しようというのはできないと言われている。で、これ先ほどの、僕の、海外のサイトでは多くの情報が正しいということが書かれていましたけども、それでも、海外の、医師と話すとですね、自分からきちんとどのサイトがいいということを、言うようにしていると言っていました。それは、普通に検索しても正しい情報がどんどん出てくるんですけども、それでもやはり患者さんというのは自分の欲しい情報を求めていろんなところに行ってしまうことがあるので、インターネットを使うような人にあらかじめ、インターネットというのは全て正しい情報が載っていないと。なので、他もし調べるんだったらこういうサイトを使ってくれというようなことを自ら言うというようなことを言っていました。ほっとくと患者さんというのは自分でインターネットで調べた結果を、医者となかなか相談しないというような、報告もなされています。それはそれだけですね、実際に患者さんが、インターネットで調べた情報と医療者の情報に、ディスクレパンシー、差がありますので、そのような情報を医者に聞きにくいということが言われているので、その医師なんかは、自分で自ら必ずインターネットを見るときには気をつけてくれと言っていました。インターネットでアクセスしてもらうことがいいことかどうか含めておいて、少なくとも、我々が例えば医療を提供するときに覚えていなきゃいけないのは、インターネットを使ったからって正しくアクセスできないので、患者さんが本当にですね、そのデタラメというか、もう変な感じの治療をたくさん持ってきて、これはどうですか、これはどうですかって言われると、もう全部ダメですと一言で言いたくなってしまうんですけども、彼らにしてみれば日頃すごい便利なインターネットを使ってですね、その情報が正しくないなんて思ったこともないのに、突然医療の話になったら僕がもう全くダメと言われると動揺してしまうと思うんですけども、そういうふうな状況があるということが、あるかもしれません。
で、まあ、実はその医療に関してですね、この後こうあのコミュニケーションの時にも出てくると思うんですけども、我々は実は長らくの間、我々って言っても僕の世代ではあまりないんですけども、医療っていうのはあの基本的に自分たちの中だけで医療の知識というのは持っておくべきであって、まあ、外に安易に外に発するものではないということを実は昔のヒポクラテスという医学の祖と言われている人がずっと言っていてですね、あまりその医療情報っていうのを外に提供するということが長らくの間行われてなかったんですね。で、まあ、それから時代はどんどん変わっていって、皆さんどっかで聞いたこと、この、先日もとか講義で聞かれたかもしれませんけども、エビデンスベースドメディスンといって、まあ、いろんな情報源が、もうきちんと統合されるようになったし、その情報を誰でもアクセスできるようになった。なので、これはもう医療のことを知っているのは医者だけではないと、患者も誰でも自分で手に入るし自分で手にできると。なのでこのエビデンスベースメディスンという時代になったので、まあ、医療というものは大きく変わるべきだということを、もともとこの、イギリスのですね、EBMというものを発信した大学の先生は言っています。でもう一つ面白かったのは、この Google というのは全く医療について関係なくもともとは出来上がったんですけども、これ Google を作ったまあ2人と、真ん中にいるのは、まあファイナンシャルの部分をやっているまあ主な3人なんですけども、この3人がインターネットによって最も変わることは何ですかということを、日本に来た時のインタビューで質問されたらですね、まあ、彼らはですね、自分で自分の医療情報を検索したりとか、自分で自分が気に入らなかった、もし医者がいたらば違う医者を調べたりとか、セカンドオピニオンとかも簡単に手に入れられるので、自分にとって一番大切な医療ということに関して革命的に情報の流れを変えることができるということを、まあ、彼らは言ってたんですね。まあ、その時に僕はそのインターネット調べても有用な情報なんか得られるんじゃないかと思ったっていうのが、先ほどの研究にも実はつながったんですけども、まあ、Google の目指すところとしてはそういうところがある、まあ、ところが残念ながら彼らの今のシステムではそういうことはいかないんですね。で、 Google はその後、実は Google ヘルスというサイトを立ち上げて、いろんな医者に検閲してもらって正しいサイトだけが見つかるようなサイトを、まあ、インターネットの検索エンジンを作ろうとしたりしたんですけども、結局それはですね、どこにも書いていない間にいつの間にかポシャって今はもうありません。で、Google はしょっちゅういろんなものを立ち上げて失敗したらいつの間にか畳むんですけども、そのうちの一つとしてその、まあ、きちんとした情報だけが提供されている医療情報というのは残念ながら彼らは、断念しています。もう一個 Google が断念したものは、日本ではあまり普及していませんけれども、自分のインターネットの、自分の医療のカルテですね、カルテの情報とか実の血液検査のデータとかを Google に提供すると、まあ、Google でどんどんその情報を集積してくれて、どこに行っても自分の許可がある人たちは見えるようにしたりするような、まあ、電子カルテを、Google 上に作ろうというのも、作ったんですけども、それは2年ぐらい前に作りましたけど、それも彼らはもうやめてしまいました。全然アクセスが少ないし利用者が少ないということでやめたんですね。まあ、その対抗するマイクロソフトは未だにそれを使っていて、アメリカのすごいところはきちんとそれは Google であろうと Microsoft であろうと同じプラットフォームで作っているので、 Google が潰れたら Google は Microsoft に移行してくださいということを書いているんですけども、まあ、そういうような、彼らはいろいろ医療に関して積極的に取り込もうとはしているんですけども、残念ながら、今の Google のシステムではなかなかうまくいかないということも彼らは認めています。その一方、彼らが実はうまくいっていることは、ちょっとここには書いてないですけどもありまして、それはですね、皆さんも検索したときに Google スカラーっていうのがあるのを使ったことはあるかもしれませんけども、もともと我々は例えばいろんな論文がどれがいいとかそういうのは今まではですね、いくつかの会社が論文の点数化をつけたりとかしていたんですけども、それと Google スカラーというものを比較してみるとですね、 Google はオートマティックに無料で提供している各それぞれの論文の価値とですね、その誰かが恣意的に作った価値であればほとんど変わらないというようなもうサイトもあって、まあ一部の領域においてはこの Google の利用価値も含めていますけども、まあ、残念ながら特に医療と特に患者さんと入ってくるコミュニケーションということが含まれてくるようなところにおいては、残念ながら今のインターネットでは全然太刀打ちできないというような状況があります。まあ、EBM に関してはおそらく皆さん聞かれたことがあるので、まあ、いいと思うんですが、まあ、ここで少しまとめると、がん、まあ、情報というのがどうしてそこに、危険が潜んだ情報がたくさんあるかというと、一つにはもう当然がんの情報というものを求めている患者さんが一番最初にあるように多いので、その患者さんをターゲットにした、まあ、コマーシャルなものがかなりあるということで、その一方で、病気は同じ病気の名前がついても、一人一人それぞれ経過をたどりますので、私はこうだったというような情報で、まあ、人目につくような情報を提供するということがインターネットで行われ、そこにどんどんアクセスが集中しているというようなこともあります。でもう一つ一方で、このがんという病気があまりに特徴的であるために、まあ、その病気に対する価値観によって、それぞれの価値観によって病気に対する取り組み方も大きく異なると考えられます。
例えば高血圧とか糖尿病とかで薬を飲むだけであればそれを治療するかどうかというのは大きな、自分の価値判断を委ねられないかもしれませんが、まあ、がんの治療というのは残念ながらそう簡単なものではないのでそれぞれの大きな価値観によりますので、まあ、逆にそこを狙い目にしているということが、一般的に考えられています。で、もう一つ、これはまあ悲しいことではありますけども、我々が出す情報、医療者が出す情報というものを実際にあまり興味を持って、まあ、それを信用していないということが、どうしてもあるかもしれません。それはこれはこの後の、話のコミュニケーションにも関係しているかもしれませんが、そもそものバックグラウンドとしてですね、まあ、いろんな説明が納得できないときに、情報が納得できないときの一般論として、これも原発のときによく言われたことですが、まあ、そもそも情報が少ない、よく皆さんも原発に関して情報を出さなかったというようなことがニュースになっていると思いますから、まあ、相対的に何をもって正しい、少ない、多いかというのは本来なら分からないと思うんですが、一般的に自分たちが少ないと感じた場合には、納得できないと言われている。もう一つ問題なことは、科学的な説明が理解できない、まあ、説明する側にも問題があるかもしれませんが、突然ですね、がんになりました、あなたはこの病気では治りませんと言われてもそんなはずないんじゃないか、どうしてそれが治らないなんて言えるんだということで、その自分の説明を、まあ、僕らがなるべく理屈をこねて説明しようとしても、まあ、分からないというようなこともよくあります。それからそもそもその人たちを対してですね、信用していないということもあるかもしれません。よく医療不信というのが言われたときには、やってる側の医者のことを信用してくれなかったらば何も先に進まないわけですね。でそれ以外にもそれらのバックグラウンドとして、いろいろですね、メディアというものがそのがんの医療に関して、まあ、不安を煽るような報道をたくさんしたりとか、それの、涙をですね、誘うような情報を提供することによって、まあ、その場ではみんな、その患者さんがかわいそうとか、そのがんというのは本当大変な病気だなということで自分ががんになってないときにはそういうのを見て、多少思うものはあるのかもしれませんが実際にがんになった人にとってみればですね、決して、嬉しくもないような報道が数々行われています。それからよく昔あるある大辞典というのが皆さん聞いたことあるかもしれないけど、あるある大辞典で納豆がめちゃくちゃ体にいいというので納豆がバカ売れしたことがあったんですけども、日本には実はそのあるある大辞典はすごい問題になってですね、ネイチャーという有名な論文にも日本ではこんなとんでもないことが行われましたみたいなことが論文になったんですけども、まあ、それ以外においてもですね、このフードファディズムっていうらしいんですけども、まあ、このものを食べるといい、このトマトを食べるといいとか、もういろんな情報が出ていますけども、そういうことが、全く科学的でもないような情報が実は許されているというのがあります。皆さん、学生の間に僕がぜひ何回かしてほしいなと思うのはですね、ワイドショーっていうのを見るとですね、びっくりする毎日のようにこのフードファディズムっていうのが行われているんですね。この食べ物がいいとかそういうことが僕はほとんどそんなの見たこともなかったんですけども、自分が大学院生になってですね、朝ゆっくり家を出たらですね、毎日のようにテレビでとんでもないこんな食べ物がいいとか、こうやればがんが治るとかいうのが嘘みたいなことが毎日報道されていて、それまではですね、こんなこと情報として出てるのはけしからんとか言って一生懸命言ってたんですけども、もうなんかあまりに多くてバカげてくるぐらいですね、世の中にはこういうふうな情報が溢れていて、それは多くの場合にはですね、基本的に許されているというのも大きな情報です。でもう一つ、がんというのは非常に難しくて、2006年の時点でもですね、自分ががんになった場合には知りたいと言っていても、自分の家族ががんになった時には言ってほしくないと、まあ、未だに言っている人が極めて多いんですね。それぐらいがんというのは、まあ、悪いイメージを持っているので、どういう情報を提供するかというのは非常に難しい病気であります。でこういうふうにですね、非常にがんという病気が大切で重要なんだけども、その一方で情報が十分に提供されないと、まあ、こういう時にこそ、まあ、不安を煽るようなこの、まあ、ルーモアというその、まあ、あのデマの、これはもともとなんですけども、生まれると。それから、まあ、そのデマというものは、科学的な説明よりもですね、非常に分かりやすい方が、どん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 流行すると言われていますけども、まあ、非常にこのような、状況が、がんには、特徴的なものでありまして、がんにおいて間違った情報がどん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 出てくるという原因になるというふうに考えられます。まあ有名なカエサルはですね、人間の何でも現実の全てを見るわけではなくて自分の見たいものを見ると、それが現実しか見ていないと言われていますけども、多くの場合にはがんの情報を求めている患者さんは、まあ、こういうふうなことに陥りやすいということが考えられると思います。でまあがんの情報、そもそも一体がんの情報というのは何なのかというのもいろいろありますけども、まあ、我々が医療をやっている時にですね、もしインターネットによってがん情報を提供するべきでするんであれば、ないしは患者さんがもしそれを使ってしまうんであれば、それならばやはり情報が正しくなければ、それは我々とのコミュニケーションを阻害するもの以外には何もない。
やっぱり患者さんというのは、がんになったときにかなり動揺していますから、やっぱり守られなければいけないというのが大きくあると思います。偶然きちんと説明してくれる先生とか、自分の話をよく聞いてくれる先生とか、自分を納得してさせてくれる先生に出会えばいいんですけども、残念ながらそういう医師ばかりではないので、自分で探したときに、役立つ情報を提供するなければやっぱりいけない。でそれによって、実際に我々の医療提供と情報提供者とですね、患者さんの情報の非対称性を埋めてですね、そのインターネットが有用なものにならなければ、情報提供のツールとしてインターネットは残念ながら、この業界に入ってこれないのではないかというふうに考えています。でそうするとですね、じゃあどうやってこの現状を変えればいいかというようなことを、誰でも考えると思うんですけども、例えばですね、何かがどっかが規制したりすることができるかということを考えるんですけども、皆さんもよくこういうふうなニュースを定期的に見ると思うんですけども、この例えば科学技術庁とか、あとはどこでもいいんです、ヤフーのサイトでも非常に大手のサイトでも、定期的にこういうふうにですね、外からハッキングされてしまって変なサイトにつながるようになってしまったりとか、それが詐欺のページであったりとかするようなことが行われるように、全てのサイトを規制するというのはもうこれインターネットの特性上無理なんですね。変な出版社があったりとか、先ほどのフードファディズムもそうですけども、情報を規制するというのはもうこれインターネットにおいてはもちろん目指すことはできますし、やろうと思えばある程度はできるかもしれませんが極めて難しい。これが実は唯一この規制というものが行われることを、Google が例えば認めているのは、中国ですね。中国は、天安門事件のことを検索しても一切情報が Google から出てきません。実際に僕も中国に行ってやって怖かったんですけど、やってみたんですけど何も出てこないですね。僕はその出てこないっていうのを噂に聞いていて、その本をですね、中国に行くときに読んでたら、その天安門事件の真実みたいなことを書いてある本を持っていたので、それ僕途中で誰かに取られたりとかですね、これ持ってたら捕まったりしたらどうしようと思って、一人で行きの飛行機でビビってたんですけども、その本は全然取り上げられもせずチェックもされないんですけど、彼らはインターネットで誰がどういうことを検索しているかっていうのをかなり厳しく制限していますので、いまだに天安門事件のことは一切情報として出てこない。それはともかくとして、その情報を制限するのは非常に難しい。でそうしたときに、昔から考えられているのは、自分たちで情報を評価するツールを作ってはどうかということで、もう10年前の段階で、もうかなりの数のサイトが、あってですね、こういうふうな、例えばですね、規制をこういうふうな次のページにありますけども、分類を5つにしてですね、指針を作ろうとか、その情報が正しいという、保証ラベル、保証の、シールみたいなのを作ろうとか、それぞれのサイトの説明、取り扱いの説明を作ったりとか、ないしはフィルターを作って、正しい情報だけが出るようなサイトを作ったりとかですね、第三者機関できちんと評価をしようというようなものを、分類として提案しています。で提案しているのは2002年なんですけども、もう2005年の時点でですね、すでにインターネットを探してみると、そういうふうなツールが270個ぐらいあったと。でその270個ぐらいのツールでですね、一番大切なことは、本来はですね、その分類とかこのツールを使うと誰が使っても便利で、しかも誰が使っても同じような結果が出る、正しい正しくないという意味で妥当性があるということが大切だと言われていますが、残念ながらこういうものはほとんどなくて、客観的な評価がきちんとなされることが可能なのは 3% ぐらいしかない。でしかもこのツールもですね、勝手に誰かがこうするといいんじゃないかということを提案しているだけなので、その作っているツールの、期間がですね、今ではもうなくなっているサイトもたくさんあるということがあって、なかなかこの評価ツールで評価するのは難しいと言われています。その中でただ一つ一番、よく取り上げられていて一番成功していると思われるのが、次にあるこの後 HON というところなんですが、日本でも同じようにですね、もう10年ぐらい前にインターネットで医療情報をするときにはどうした方がいいということが、研究会として立ち上げられていて、きちんと、審査をしたりとか認証する仕組みが大切だということで、彼らは研究会の結論として出しているんですけども、この結論をもってこの時のグループが同じようなシステムを日本の中で作っているんですけども、この認証システムに今日本で登録しているのは10サイトぐらいしかないですね。だから日本で作っている認証システムは全然うまく回っていないんですけども、次に挙げるこのヘルスオンザネットファウンデーションというのが最も有名な、世界的に使われている認証、認証というか品質保証のラベルを作っているところです。彼らはですね、確かジュネーブかなんかにあるんですけども、一応国連の下部組織として存在しています。で一番最初のアバウトアスみたいなところに書くと、世の中にサメの軟骨が医療にがんに役立つなんて書いてあるサイトがあると、そんなサイトが、僕らがその患者さんにとっても我々医療者にとっても何のメリットもないので、そういうサイトを何とかして排除したい、そのためには我々がこのそれぞれのサイトがきちんとしたことが書いてあるかを評価するツールを作りたいと思うみたいなことが書いてあってですね、彼らもかなり前からこのようなサイトを立ち上げていて、どういうことをしているかっていうと、
日本語の全部で30言語以上にこう訳されているんですけども、インターネットで情報を提供する際に、まあ確か10個だったと思う、まあ、8つかな、これらの情報をきちんと提供すべきであるということを、まあ、彼らはまあ列挙しているんですね。そのいろんな言語であるんですけども、でこの例えばこの1個1個を見ていくと、まあ、ルールのところに、まあ、きちんと医療関係者がちゃんとした教育を受けたものが情報を発信することとか、あとは、まあ、その避難的なことを書くんではなくて、基本的にはその両者の関係をサポートするなどというようなことが書いてあってですね、まあここにそのちょっと例をこう挙げましたけども、これどういうふうに使われているかっていうと、ここのあるサイト、例えばこれは、プライベートな、アメリカの有名な医療情報が載っているサイトなんですけど、ここの一番右下のところにこのシールがここに貼られるんですね。あ、まあ、貼れるんです、申請すると。でこのシールを貼ると、このシールが貼ったって、このシールを、まあ、クリックするとですね、一体いつ申請されて、一体いつ認可したということが、まあ、書いてあります。でこれが、1年間一応基本的には、有効なので、1年経ったらまた、提案するだけなんですけども、まあ、こういうふうなシステムがあって、これは日本でも実は、もらおうと思えば、承認、日本語にも書いてありますし、きちんと、自分で申請すればですね、このサイトをもらえて、まあ、この、サイトの完璧でないところは、別にきちんと医療の内容を評価しているわけではないんですけども、まあ、ただ、少なくともこれらのサイトを守っているということを、一つ自分たちとして提唱しているということがあります。で、提唱というか、自分たちでこういうふうな基準を守っているということを意識して、提供情報を提供しているというサイトにだけこのシールが貼られています。でこれももう5年、まあ、10年近く前からあるんですけども、このどん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 これは海外のサイトではこのシールが貼られているものは増えてきています。でもう一つはですね、今までは情報、これは、特に皆さんの若い人たちには、馴染みがあるものかもしれませんけど、今までのものは基本的には媒体がインターネットだっただけであって、基本的に本で提供したって、雑誌で提供したって理論的にはどれも変わらないんですけど、ただインターネットが早く情報を提供できるということでしか、まあ、メリットはなかったんですけども、もう一つ、まあ、インターネットの世界で注目されているのは、まあ、ウィキペディアみたいなですね、いろんな人が自分たちで少しずつ少しずつ情報を提供することによって一つのものを作り上げていこうという考え方です。もともとこのウィキペディアっていうのは、ウィキっていうのが一つの実はインターネットのシステムで、まあ、いろんな人が、プログラム上でインターネット情報を提供して、それを一つのものを作り上げていくだけのシステムで、ウィキっていうのはなんかハワイ語のウィキウィキっていうところから作られているというふうに言われています。でこのいろんな人がですね、それぞれが少しずつ情報を提供し合って一つの大きなものを作ろうというのが、まあ、そんなこと昔は、そんなデタラメなものがいくつ集まってもデタラメだろうと言われていたんですけども、まあ、この本でですね、まあ、いろんな人のいろんな、知識を集めれば、それは総合的には結構うまくいくんだという、まあ、ある一定の条件が整った状況では、そのような情報もうまくいくということが提唱されていて、まあ、それを群衆の英知という、まあ、彼らは呼んでいるんですけども、こういうふうな、ある一定の条件を保てば、どんどん情報としていいものが生まれるのではないかということが、まあ、言われています。まあ、それが、衝撃的な報告としては、2005年にですね、まあ、ブリタニカという、まあ、世界的にも有名な百科事典のとですね、ウィキペディアというものを、まあ、その先ほどのウィキペディアを比べてみたところ、情報としてほとんど同レベルだったと。で、ものによっては、ウィキペディアの方がいいし、ものによってはブリタニカの方が良くて、まあ、優越つけがたいということを、まあ、ある、まあ、これも有名なそのネイチャーという雑誌に情報が提供、まあ、ある記者が、投稿しまして、これは世界的にもかなり、話題になりました。彼らがこの情報として、ブリタニカが選別して、もう100年以上の歴史を持っているブリタニカがわずか、10年弱の、ウィキペディアとほぼ同等の情報しかないというのは何事だと言って、まあ、最初に、ブリタニカを作っているような人たちが、まあ、この雑誌に、まあ、反論したんですね。ところが実際に事実としてそうだみたいなことで、かなり長い間、まあ、やり取りが行われました。ちなみにこのウィキペディアっていうのは、今となっては、この情報を提供して、情報公開していろんな人たちにですね、情報を共有しようという会社の最大手、まあ、会社といっても彼は NPO なので、まあ、実際の営利団体ではないんですけども、もう少したら、ここ1、2週間のうちに彼ら1回アメリカのホームページを24時間今制限すると言っています。というのは、この既存のメディアとですね、このブリタニカとなるの既存のメディアと、こういうウィキペディアみたいなものっていうのはいつでも実は戦いがあって、ウィキペディアは、まあ、既存のメディアに言わせると、自分たちが作ったものを引用しているだけで、大して元々のコンテンツを作っていないのに情報ばかり取っていってしまって詐欺的だというようなことを言って、まあ議会などに今アメリカで訴えていて、こういうふうな組織をまあある一方向で潰そうとしているようなものもあります。
でその一方で、ウィキペディアとかグーグルっていうのは、情報というのはあらゆる人に、なるべく、ローコストで、お金だけでなくてその利便性ということも含めて提供されるべきだということで、グーグルとかウィキペディアっていうのは今戦っていてですね、ウィキペディアものすごいアクセス数があるんです。でしかも彼らは一部の人間がボランティアに近いような形で、どんどん維持をしていくということもしているんですけども、自分たちが亡くなったらもう大変な状況なんだぞということを示すために、そういうことも含めて、一時的にストップをしてそれに反抗したいというふうに今言っているというふうな話もあります。こういうふうな既存のメディアという新しいメディアというのは、何の領域でもいつでも戦いですね。 YouTube で、日本だったら iTunes に例えば、音楽を提供するかしないかでいろんな音楽会社が揉めてたりするのとかといつでも同じで、こういうのはいつでも一緒なんですけど、こういうふうに新しい情報を、みんなでまとめていくというのが、Web2.0 というふうな考え方で言われていました。この理屈は僕もよくわからないんですけども、今までのメディアであれば一番最初というのはですね、インターネットというのは人と人のですね、情報交換のツールでしかなかったんですね。それが、より大きな団体が使うようになって、より付加価値を生んでいったんですけども、もともと情報が、最初が、個人間のやり取りだったものが情報の共有になって、さらには一般の多くの人たちがその共有と、情報の作るというのを2つがお互いにやり合うということが、Web2.0 の、特徴だというふうに、言われてきました。ここにも書いてあるように、インターネットは中心はともかく情報ではなくて、人だと。その人が、それぞれの能力やツールを持ってどん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 新しいものを作っていくということが、Web2.0 の特徴で、この中の皆さんもそのウィキペディアでも何でもいいんですけど、そういうふうなサイトを作ったりとか、そういうふうなサイトに協力したことがあるかもしれませんけども、もう言われて5年以上経ちますので、最近の流行りはまだ次にある Web3.0 ですけども、こういうような形で新しく情報を共有した方がいいんではないかということが、長らく言われていました。でこれはいいとして、2006年にはそれをもってですね、タイムという有名な雑誌が、これからの主役は、あなただよということで、You という雑誌にしてですね、インターネットにおけるあなたということで、実はこれは鏡の書いたつもりらしいんですけども、このタイム、自分が映るインターネット、パソコンに自分の映る姿を見てですね、自分が中心となって、今までは情報を自分たちが得るだけとか情報ただ読むだけではなくて、あらゆる人が情報を発信して一つのものを作り上げていこうとする姿が、今後の、世界を作る姿なんではないかということで、タイムというものがこのようなものを取り上げました。で、その代表的なものを少しだけまた最近のものをがんの領域とつながったもので言うとですね、例えばフェイスブック、これも何人かの人やってるかもしれませんけども、2008年の時点、もう4年前ですけども、アメリカはかなりフェイスブックが先に進みましたが、これは、みんなとの、知らない人がいるかもしれませんけど、みんなとの連絡ツールみたいなもので、一つのコミュニティを作るための、インターネットなんですけども、そこのところで、乳がんで検索すると620個もの小さなコミュニティがあると。でそれぞれのコミュニティがどういうことを目的にそのフェイスブックの中で使われているかといえば、その乳がんのグループのファンドレイジングだったりとか、情報を提供するサイトにつながったりとか、一部には当然商品の宣伝とかもありますし、患者の家族の支援したりするということで、今までであれば一方的なウェブの発信、情報の発信しかなかったんですけども、最近のフェイスブックとかを使って情報というのは、より相互補完的になっていると。で、また同じようなですね、実はこのこういうふうなところに書いてある情報がまた正しくないんじゃないかというようなことがいつでもまた話題になると思うんですけど、実は、今まで僕が示したような、ウェブページまでと比べるとメーリングリストとか例えばそういうところで調べると実は、間違った内容というのはあまり多くないという報告があります。例えば乳がんの投稿4600個を全部見てみた人がいるらしいんですけども、間違ったのは10個しかなかったと。でそのうち 70% 7個のサイトはですね、その書いた間違ったことが書いてあってもすぐに違う人によってそれは間違っているということが指摘修正されてたっていうですね。彼らも言っていたんですけども、ウェブサイトっていうのは永続的にずっとあってですね、本と同じようにそこにアクセスした人たちが、それによって、何かアクセスされた側もメリットを受けなければいけないので、非常に、相互補完的なものでは実はなくて一方向性のもので、そこにはどうしても商業的なものが入ってくるんですけど、メーリングリストみたいなところっていうのは先ほどお話したようにいろいろな人たちが重なり合って、作っていくようなところではですね、片方の誰かの人が一方的なその商業の宣伝ということは、違う、そういうことを、反対するような全体の意思にですね、打ち消される形で、どん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 情報が、訂正されていくということが、彼らの、提供でした。で僕らも、大橋先生にもかなり、ご協力いただいてますが、一つ同じような、僕らの、
僕も協力している団体がですね、キャンサーチャンネルというのを使って、ここではいろんなそういうふうな多くの人の情報をですね、集めて、それを共有して、それがまた他の人たちと、コミュニケーションをしていけるような、ツールを作って、新しい、情報提供の方法を、模索しています。でもう一つ、最後にですね、今後の流れとしてよく言われているのが、Web 3.0、2.0 を超えたところで、今までっていうのは情報っていうのはあらゆるものがただダーッと載ってて、自分たちで分類しても、さっき言ったリレクトリーみたいな章立てみたいなものしかなかったんですけども、そういうのは無関係なんですね、もともと生なデータから、よりですね、知識的なもの、仮説を作ってそれに対する結論を出せるような、より、なんていうの、有機的なものを作ろうというものが、Web 3.0 で、これを今目指して、この Web の世界は、進んでいると言われています。例えば、我々はですね、自分の症状があったときに肺物、呼吸困難、血痰、ないしは例えばインフルエンザの症状である発熱、学校でみんなが流行ってて流行してて、東京で流行してるみたいな、こういうのは自分たちでこういう検索キーワードをですね、この3つを使っても、全く肺がんの診断が疑われますよみたいなことは出てくるようなサイトは全くないですし、これによってインフルエンザが今東京のどのあたりでどういうことが流行ってるかっていうような情報をいろんなところから取ってきて、集合させるようなサイトは全くありません。なんですけども、こういうようないろんな生データがある中から、こういうふうな、それぞれの人の仮説のところから結論ないしは、それによって得られるような情報をですね、一つの、結果として出してくるようなサイトをこれから作ろうとしているのが、インターネットの流れで、もしかしたら将来的にはそういうふうなものができるかもしれません。で、最後にですね、医療というのは、患者さんと、医療者のですね、この後お話になるコミュニケーションが一番大切で、そこからいろんな医療というものが普及してくるわけです。で、その周りにはですね、実はいろんな、領域があります。レントゲンとかそういうような機械を作っている人もいれば、薬を作っている人たちもいたりとか、でその一方でですね、いつでも、そこにですね、お金を稼ごうとしているのは、悪魔みたいな人、悪魔っていうか、そこで自分の利を得られるように何かしらのことをしてくる人たちがいる。なので、実際に医療に役立つようなものを一生懸命作っているような人たちもいて、それでお金を儲けている人たちもいれば、そこをですね、何とかして、そういうところでお金を稼ごうとして、特に、本当に隙間産業みたいなことをしている人たちもいます。なので、書いてあるインターネットに限らないことですけども、情報というものは、いつでも、その真偽について自分たちが考えるということを一つ、皆さんも意識していただきたいのと、もう一つは自分で情報を発信するときにはですね、自分は自分のメモのつもりに書いているかもしれませんが、皆さんがインターネットとかを使ったことによって情報を発信したものは、また誰かが、東大の保健学科の人たちが書いた情報ということで、それを信用しても読んでいるかもしれない。そういうことをいつでも意識して情報を提供するときには気をつけていただきたいと思います。これらのすべてはですね、実はこんないろんなことを話してインターネットが何だとか言っていますけれども、すべては実は、最終的に医療はやっていると、やっぱり患者さんとですね、僕らの本当に人間関係によって最終的には成立してくるところが大きいので、それについてはこの後、国藤先生がお話をいただけると思います。大橋先生もいらっしゃいました。以上です。